ジェド・ラウリー、ジェド・カールソン・ラウリー、ジェド・カールソン・ローリー、1984年4月17日体は、アメリカ合衆国オレゴン州セーラム出身のプロ、野球選手、内野手、宇藤良田、MLB オークランドアスレチックス所属。スタンフォード大学時代のには、パックマイナス10の年間最優秀選手賞を受賞、さらにベースボールアメリカ。 ルイビルスラッガーそしてスポーツウィークリー各紙で全米オールスターのファーストチーム戦に選出。にもベースボールアメリカ、ルイビルスラッガー、全米大学野球記者協会から全米オールスターのファーストチーム選手に選出された。の、MLB ドラフトでボストンレッドソックスから一巡目、全体45位指名を受け入団。レッドソックス入団後は年からにかけて、 マイナーで過ごし、2007年には、AA 級のイースタンリーグのオールスターチームに選出。参加の AA 級ポートランドシードックス最優秀選手、レッドソックスマイナーリーグ最優秀攻撃選手にも選ばれた。シーズン終盤には、トリプル A 級ポータケットレッドソックスに昇格。ベースボールアメリカが選ぶインターナショナルリーグ、有望下ブランクでは2 1位中5位にランクインした。は 開幕をマイナーで迎えたが、4月10日に、レッドソックスの肖像類種マイクロウェルが、故障者リスト入りしたためメジャー初昇格を果たす。4月15日のクリーブランド・インディアンス戦で、メジャー初出場を果たした。サンルイとして、スタメン出場。閉札崩れの間に初打点を挙げ、さらに次の打席では2点タイムリーヒットを放ち、初安打も記録した。 また2008年のロサンゼルス・エンゼルスとのオア・リーグディビジョンシリーズでは、第4戦でサヨナラアンダを打ち、チームのリーグチャンピオンシップシリーズ進出に貢献した。は、メジャーリーグで5試合に出場しただけで手首を故障し、復帰のためのリハビリも時間がかかったので、最終的には32試合の出場で打率。147.2本塁が、11打点という、成績に終わった。しかし、 アンダ数は10ながらも二類だと本類だを2本ずつ放った。は、キャンプ中に伝染性単核急症にかかった影響で、7月下旬まで故障者リスト入りする羽目になった。しかし、復帰してからは49アンダ中、二類が14本と本類だ9本、全アンダの約47%が長打を6した。また、死球と三振の数が同じ、どちらも25だった。 は開幕直後は好調だったが、その後は故障もあって失速し、定位置獲得はならなかった。2011年12月14日に、マーク・マランソンとのトレードで、カイル・ワイランドと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2月8日に、アストロズと115万ドル出来高の1年契約に合意。4月6日に15日間の故障者リスト入りし、4月12日に復帰。 復帰後は遊撃種の定位置を獲得し、80試合に出場していたが、7月15日に右足首の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月11日に復帰。この年は97試合に出場し、打率244.16本塁が42打点に盗塁だった。2月4日にクリス・カーター、ブラッド・ピーコック、 マックス・スタッシュとの2対3のトレードで、フェルナンド・ロドリゲスと共にオークランド・アスレチックスに移籍。この年は主に遊撃手として、自己最多の154試合に出場し、自己ベストの打率。290.2年連続15本以上となる15、本類打、自己ベストの75打点を叩き出した。また、アリーグ2位の45に類打を放った。打撃面では、 高い成績を残した一方、守備面は低レベルな成績に終わった。1月17日にアスレチックスと525万ドルの1年契約に合意した。開幕から声優劇手として起用されていたが、8月15日に右人差し指の故障で15日間の故障者リスト入りし、9月1日に復帰。この年は136試合に出場したが、打率。 249、6本塁打に終わった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月15日にフルスのアストロズと総額2300万ドルの3年契約、2018年2800万ドルの9段オプション付きを結んだ。は、超大物ルーキーであるカルロスコレアの台頭やマーウィン、ゴンザレスの成長などもあってか、 69試合の出場に止まった。打撃不振に陥り、打率222.9本塁が30打点という成績に終わった。2015年11月25日にマイナー選手1名とのトレードでアスレチックスへ移籍した。は、セカンドのレギュラー格の一人として起用されたが、8月に左足の手術を受けることになり、そのままシーズン終了となった。 同年は87試合に出場し、打率2 6 3二本塁が27打点に終わった。9月29日のレンジャーズ戦でシーズン48個目の2塁打を記録し、球団がオークランド移籍後では2001年のジェイソンジオンビのシーズン482塁打の球団記録を更新して、球団新記録となった。九月十七日に球団の選手、 コーチスタッフが球団で最も印象的だった選手を表彰するキャットフィッシュハンター賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。